ご機嫌うるわしゅうございます。お嬢様、日本ソムリエ協会認定ソムリエの能見でございます。お久しぶりのワイン動画でございますね。お嬢様はワインライフいかがお過ごしでございますでしょうか。季節も春に変わりました。ということで今回のテーマは、春におすすめのワインをご紹介させていただきます。春といえばお嬢様、何でございましょうか。ご名答、お花見でございますね。そのお花見、やはり桜のお色味にぴったりなワインを今回はチョイスさせていただきました。では早速そちらのワインのご紹介をいたしましょう。こちらでございます。こちらはスカラブローネロゼと申しますワインでございます。イタリアのトスカーナ州からご用意いたしました。そのトスカーナ州の中でもこちらはボルゲリという生産地区でございます。地中海を望む沿岸部の生産地でございまして、ボルゲリと申しますとスーパータスカンと呼ばれるイタリアの新風を巻き起こした素晴らしいワインたちの名城地でございます。そんな名城地の中でも今回はロゼワインをチョイスさせていただきました。こちらの生産者でございますが、アンティノリと申します生産者でございます。イタリアのワインの歴史を振り返ってみるに非常に重要な寛容な生産者でございます。歴史も14世紀まで遡りまして、今までこうワインの繁栄を支えてきた、そんな一家でございます。そして、今回のロゼワイン、お色味もこのお見た目通り桜色で大変美しゅうございますので、春のお食事と合わせてお楽しみいただけるものかと存じます。それでは開栓させていただきます。コルクも大変健全でございます。それではワインが開栓されました。ただいまからテイスティングを行ってまいりたく存じます。まずは外観から見てまいりましょう。非常に美しいピンクのお色味、薄いボタンのお色味に非常に輝かしいブリリアントなカラーでございます。では香りを取ってまいりたく存じます。うん、非常にこうフレッシュな生き生きとした印象を持ちます。まず香ってくるのがストロベリーでございましたり、ラズベリーなどの赤系の果実に加えて、グレープフルーツのようなこう酸味を伴った柑橘系の香りもしっかりと表出してございます。そして最後に残るのがハーブの香りでございますね。こちらのロゼワインは実は黒ぶどうから仕上げているのですが、カベルネソーヴィニヨンという国際品種がブレンドとして使われてございます。おそらくそれ以来の、この青々しさと申しましょうか、ハーブの感じがしっかりと出ております。具体的に言うとミントでございましたり、セージのような香りを取ることができます。非常に清涼感のあふれるフレッシュな良いワインでございます。それではお味わいを。すごくこう飲み心地の良いスムーズなワインでございます。まずアタックに来るのがしっかりとしたタンニンでございますね。ロゼワインというのもいろいろ種類がございまして、白ワイン寄りのロゼワインでございましたり、赤ワイン寄りのロゼワインでございましたり、かなりこう幅のあるのがロゼワインの特徴なんですけれども、これはどちらかというと比較的赤に近いような
お味わいでございます。しっかりとタンニンも表出してございますし、和とコクも感じられるような、そんな飲み応えのあるワインかと思います。非常にこのパワフルさと繊細さを兼ね備えてございまして、キレのいい酸もしっかりと感じますし、それでいて、飲み心地よく最後まで余韻が伸びていく、そのようなワインかと存じます。それではお嬢様、いかがでございましたでしょうか。ソムリエ能見のおすすめの春のワインをご選定させていただきました。こちらのスカラブローネロゼ、お屋敷でも4月よりご用意をさせていただきますので、ぜひこの受講をお楽しみいただければ幸いでございます。お嬢様の食卓にワインという彩りを添えてあっていただければ幸いでございます。それでは本日の講座は以上にて、ご覧いただき誠にありがとうございました。